はい。皆さん、こんにちは。村長です。村長スタジオでは、音楽のスタジオもやりながら、長年デザインの講師などを務めた僕が、2022年の秋に発売されました、アフィニティシリーズのバージョン2。これを解説したりしています。おかげさまで、アフィニティデザイナーの第1弾の動画が、めちゃめちゃ皆さんに 支援されまして今2万アクセスを超えております本当にありがとうございます僕は YouTube 動画を作るためにアフィニティデザイナーを使っています一番多く使う機能というのはグラデーションのツールだったりしますそして今日はそのグラデーションのツールを自分のスウォッチに登録しようという全体の流れをお話ししたいと思います 今画面の中央にアフィニティというタイプを打ってありますこれを選択しましてグラデーションをつけるのは左側のこのツールですこのツールを選びまして横にこのように線を引っ張るとこれでグラデーションの準備ができたわけですこの時に画面の上にはタイプ線形というふうになっていますが ここの色の部分ですね。ここを選択すると、このような画面が出てきます。今、左側の丸の方がちょっと大きいですよね。ここで色を決めていくことになります。このカラーをクリックしますと、このようにカラーのスライダーが出てきたりします。もちろんこれはスライダーだけではなくって、他の こういうツールも選ぶことができるんですけれども今日はこの CMYK スライダーでやってみます例えば赤い色にしたいと思いますするとこちらが赤い色になりました今度は右側をクリックしますこのように大きい丸が右側に移りましたそうしました時にこのカラーのところを今度は緑色にしてみます これでグラデーションができました。今度はこれをもっとたくさんの色を使うときです。それはこの線上のところでクリックをします。そうするとこのようにポイントができましたので、ここでこの色を黄色っぽい色にします。はい。これはもちろんスライダーでこのように動かすこともできます。黄色のうちでも好きな色を選んでください。 もう一つぐらい打っておきましょう点を増やす時はこの左のダイアログではなくって実際の書いてある文字の部分にもこのように点を打つことができますこの時点でこちらにも点が増えていますそれでここの点をクリックしまして今度は紫っぽい色青に近い色で赤との間ぐらいですね これをするとこのように紫になります。今で4つのポイントができたわけです。このポイントはどのように移り変わっていくかというのが、この縦の線で動かすこともできます。こういうことですね。ここで幅を狭めると紫の領域が狭くなります。今で言えば、I の部分だけぐらいになりましたね。 そしてもちろんこの丸いポイントはいつでも移動することができます。このようにしてグラデーションを作ります。そしてロゴタイプを作るときというのは大抵がバックに色がある場合があります。例えばこのように四角を描きますね。 Windows の場合、Ctrl と Shift と、鍵カッコの上側、左鍵カ,カッコと言った方がいいんでしょうか。それを押すと、このように一番背面に持っていけます。ここに色がついていたとします。するとですね、どうしても緑にした場合、緑の部分が見えにくくなったりしますので、これはもちろん好みではありますけれども、もちろんその折には、 文字の方を選びまして、線の色を白または黒、はっきり目立った色にするのがいいと思います。今回は白にします。そうしまして、線の太さをある程度太くします。はい。この時に、このままでは白を太くしていくと、だんだん文字が細ってきます。ですから、太い白をつけたいときは、ここに、整列 というボタンがありますけれどもここの一番この右側をクリックすると外側に線がつきますのでこのようにすると良いでしょうもう一つだけ応用を言っておきますサムネの文字なんかで影文字を作るときこの文字の部分を選択しておくもしくは右側のレイヤーで選択しておきましてそして FX このボタンを押しますと、レイヤーエフェクトのダイアログが出ます。その時に、外部のシャドウにチェックを入れて選択をします。このようにしまして、オフセットを上げていきます。すると、このように影がついてきます。今、ちょっと影が薄めですが、それはこの上で濃くすることもできます。もしくは、ここで半径を広げることで、 ぼやかしたような影をつけることもできます。これが影のつけ方です。本題に戻ります。こうやって作ったカラーグラデーションを毎回このように作るのは大変ですね。ですから、この場合はスウォッチを選択しまして、新しいスウォッチを作ることにします。その時はこの3本線のところを押します。すると、 パレットを追加というのがありましてアプリケーションパレットというのとドキュメントパレットというのがありますドキュメントパレットというのはこのドキュメントだけで使うためのパレットです通常はアプリケーションパレットに追加をしましょうはいこうすると名前が出てきますので好きな名前を付けてください今回は自分のパレットとしておきます はい、このようにつけまして OK をしますとここに自分のパレットというのができました例えば僕の場合は今までも作ってありましたのでここに「村長」だとか「村長」2とかこういうのもありますが今自分のパレットというのができましたのでこのカラーのグラデーションをここに登録すればいいことになりますそうしましたら この自分のパレットの横にですね、3つのボタンにプラスマークがついた、現代の塗りつぶしをパレットに追加というボタンがありますので、ここでクリックをすると、ここに登録されるわけです。そうなりましたら、今度からはこれを一旦消しまして、そして文字をもう一度打ちます。はい。このようにデザイナーと打ちました。今は先ほど この色を使っているのですでにカラーのグラデーションがついていますが他の色に変えてみましょうこのようにちょっと茶色っぽい色にしてみましたそうしまして今度はこのパレットを自分のパレットというのに選択をしましてこの色を選びますそうするとこのパレットができました この状態でもう一度このグラデーションツールを持ちましてこれを例えばこのように縦に配置するこうすることで縦にもできますしもちろん斜めにもできます今線形になっていますけれどもこれを楕円形 とというのにすす。ることもできますそうしますとこんな形の流れの方向が変わったグラデーションにもできるということです。これでこのように回すことができます。 ここを中心に色ができているということになります。この緑を、そうですね、ここに入れたら、はい。こんな変わったグラデーションにもなるということです。この登録の仕方、わかりましたでしょうかこのようにして自分のパレットをアプリケーションに作っておくと、一旦、 このアフィニティデザイナーを一度終了します。はい、もう一度アフィニティデザイナーを立ち上げます。このように文字を打ちます。パレットを選択します。自分のパレットというのがありますよね。これを選びますと、ちゃんと登録が残っておりまして、そしてここで選択をしますと、 先ほどのように赤から緑に4色のグラデーション4色になっているかの確認というのはこのようにして色を見ればわかりますよね後で微調整をするのはこのように変えればいいわけですこのようにしてグラデーションを上手に使いましょう今日はワンポイントでしたけれどもアフィニティデザイナーの自分のスウォッチパレットを作って そしてグラデーションを登録しましょう。こういう練習をいたしました。皆さんご理解できましたでしょうか何度も繰り返してパッパッパッと早くできるようにチャレンジしてみてください。村長スタジオでした。ありがとうございました。